ね、りーちゃんのアバター可愛かった。もらった。ちょっと見てた。てかご飯作ってたから、そのりーちゃんの配信をラジオ配信風にして、ラジオ風にしてね。よいしょ。ご飯作った。体調はよしよしよしって感じ。今日はちょっとお仕事だったので、ちょっとメイクして。聞いてほしい。ちょっと私昨日その生誕祭だったから、まあ差し入れ持ってこうと思って、みんなにビアードパパを差し入れたんです。でも昨日はそのなんか白っていうなんかもちもちふわふわのやつと、コロネとクッキーシューを持ってったので、8個買っちゃって、あ、そういえば自分も含めて8人だと思ったから、私はコロネを食べたんですよ。そう、白ってやつを食べてる子もいたんですけど、そうで、まあその昨日買いに行った時に、なんか恐竜の卵ザクザククッキーシューみたいなのがあって、私シュークリームでクッキーシューが一番好きなの。なんかパイ生地じゃなくて私クッキーシューが好きで、でなんか普通のクッキーシューも美味しいんだけど、なんかまだクッキー感もうちょっと欲しいと思って、で昨日恐竜ザクザク卵クッキーシューみたいなのを見つけて、えっと思って、でも昨日はちょっとやめたので、そう桃のクリームだったんだけど、ちょっとそれもやめたんだけど、で今日もちょっとビアードパパに行く機会があって、まあ帰り道に寄っただけなんだけどビアードパパ行ったので、恐竜ザクザク卵クッキーシューみたいなの買って食べたの。さっきめっちゃ美味しい、もうたまんない、もう一個食べたいくらい。そう、今日パイコロネは好きなんだよね。なんかパイシューは好きじゃない、パイコロネは美味しい。ザクザク恐竜桃クッキーシュー、いやー桃も美味しそうだったんだよね。そう、でも美味しそうで、もう今日買って食べたけど、もう最高でした。そう、でも昨日もシュークリーム差し入れたんだけど、みんながもう喜んでくれて差し入れしてよかったなって思った。いや私ビアーズパパ毎日食べたいかもしれない。私はねカスタードしか食べれないから、カスタード、秋葉原駅にもあるよ、一回行ったことある。てか TikTok 上げたから見てね。そういえば、でもあんまりなんか長くないから普通だけど、確かにスイーツって食べるたびに変わるよね。マリトッツォは惹かれないんだよね、なぜだって生クリームだからです。あんこ大丈夫。てかドボンのスタンプ出たんだって、ドボンのスタンプ出たんだって、みんなゲットしてね。そうだから私の今のマイスイーツブームはクッキーシューかも。カスタード大好きです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 。スタンプ HH じゃないんですか、結構前なんだよね、ドボン考えたのそのスタンプ、遅かったね。
もう一個食べたい。りっちゃん帰りに買ってきてくんないかな。でも今日はね、から揚げくんとミルクティーとザクザククッキー恐竜クッキーシュー、ザクザク卵恐竜クッキーシュー、おう食べただけ。うん、1日1個にする、太っちゃうからね。でもみんなもビアとパパ行く機会があったらぜひ食べて。じゃじゃん名前も可愛い。ちょっと230円だから高かったけど、全然食べてないよね。しーちゃんのリール見たよ、みんなも見た？しーちゃんのリールに載ってるからぜひ見てください。そう、ザクザクって美味しいよね。紹介するよ、よいしょ、ね、私お菓子溜め込んじゃう。今ポキポキってなったよね、気のせい？なったよね今ポキポキって、気のせい？なったよね、なんもないんだけど。あ、来たわびっくりした。まんまだった、まんま。私こんなの買った記憶ないけど、ジャガピーバター味、これであるの？私かな、なんか入ってた。お菓子紹介ね、ピュアラ、ピュアラ、ピュアラルグミリンゴ、わあ、これは多分舞台の稽古中にりんちゃんがくれたやつこれでもまだ賞味期限大丈夫。これギャバ、ギャバ開けてあるけど食べれるよね。これは差し入れで、なんかね、蜜、蜂蜜みたいな、なんかリップクリームみたいなね、リンゴなの。これすごくない？蜂蜜みたいな。これはどうしたらいいんだろうって。そう、蜂蜜なの。すごいよね。リップ。これは食べれんのかな。これも舞台の時の差し入れ。6月16、アウト TV アウト TV です。短冊タワー分来てますよ。嘘、ロロさん、ロロさんかな。ありがとうロロさん。ちょっと私まだやってないから今日写真撮るね。今日絶対やる。食べれるかな。でも賞味だもんね。みんなだったら食べる。6月16、半月アウト。トースターないんだよね。会社で今年2月のやつなら食べて。私食べれるんだけど。なんかさ、みんながさ、だってさ、乾燥させてんだから大丈夫じゃない？で、一回半分食べてみる。ね、でも匂い平気だけど。食べれるやん。全然美味しいし。
じゃあ余談ね、ラスクについての余談ね、これはみんな覚えといて。私は中学校の時に職場体験にパン屋さんに行ったんですけど、ラスクを永遠と作らされました。すごいブラックなパン屋さんでした。私は中学生の時にラスク作ったよって覚えといてね、いつか問題出すから。ブラックだった、めっちゃ怒られた。おいしい。そう、マリアと言ったやつ。なんかすごい怒られたんだよね。なんかバターと砂糖をすっごい、なんかもうね、もうね、これ見たらラスク食べれなくなるくらい、なんかもう尋常じゃないくらいつけてて、なんかよ、バターの量が足りないのってすごい怒られた。わかんないよと思って。次、これなんかやばそう、でも紹介しないで。レミちゃん、レミちゃんママから、塩バラコーヒーカントリーマーム。あ、もう一個なんか蜂蜜あったわ。これはオレンジ。ロイズの生、ロイズのチョコ、生チョコじゃない、これも食べれそう。早めに食べよう。溶けてんのかな。オレンジこれ。うん。すごいオレンジ。みんなご飯前食べたら食べれなくなっちゃう。